アブドーラザ・ブッチャー、アブドーラザ・ブッチャー、アブドラザ・ブッチャーのリングネームで活躍したラリー・シュリーブ、ラリー・シュリーブ、本名、ローレンス・ロバート・シュリーブはカナダ・オンタリオ州ウィンザー出身の元プロレスラー。青年月日は1941年1月11日とされるが、1936年の青年説もある。ギミック上の出身地はアフリカのスーダン。 日本でのニックネームは黒い呪術師。入場テーマ曲はピンクフロイドの吹けよ風、呼べよ嵐。プロレース界を代表する悪役レスラーの一人で2011年には WWE 殿堂入りしている。来日回数は140を超えており、これは歴代外国人レスラーとしては最多である。また新日課であり、元婦人は韓国人と日本人のハーフでもある。 ネイティブアメリカンの父親とアフリカ系アメリカ人の母親の間に生まれる。出生時は4ポンド、約1800グラムにも満たない、小さな新生児だった。両親と男女8人の兄弟姉妹に囲まれ、幼少期は貧しいながらも幸せな家庭で育った。ほどなくして、家計を助けるため廃品リサイクル、新聞売り、靴磨き等の小遣い稼ぎを経ながら、 独自のビジネス感覚を習得していく。中学生になった頃、近くの警察署で開催されていた柔道と空手のスクールに通い始める。それまで未経験だった格闘技を学ぼうと思った動機は無料だったからである。成長期に本格的にスポーツに取り組んだことと肉体労働とが幸いし、青年期には180センチメートル90キログラムの 体格を有するにまで成長する。ある日たまたまプロレス工業を見に行き、自分もプロレスで稼げるのではないかと考えるようになった。1961年、モントリオール地区のプロモーターだったジャック・ブリットンにスカウトされデビュー。デビュー当時は、プッシーキャット・パイキンス、プッシーキャット・パイケンス、ゼーラス・アマーラ、ゼルズ・アマラなどを名乗っていたほか、現在のアブドーラ・ザ・ブッチャー、 アブドラザブッチャーに落ち着くまで何回かリングネームを変えている。また、海外武者修行中のサンダー杉山ともしばしばタッグを組んだ。1960年代はカナダ各地を主戦場にバンクーバーではドクタージェリー・グラハムと組んで1967年10月2日にクリスジョン・トロスからムイ・世界大グ王座バンクーバー版をダッシュ。 同月から11月にかけては、人気にスキーの多い世界ヘビー級王座に連続挑戦した。モントリオールでは1969年7月14日、イワンコロフを破り、インターナショナルヘビー級王座を獲得。1970年には、スチュハートの主催するカルガリーのスタンピードレスリングで、ビル・ロビンソンと北米ヘビー級王座を争った。 1971年8月30日には、フルスのモントリオールにて、ミスター X を下して、インターナショナルヘビー級王座に返り咲いている。1970年代前半は、アメリカの五大古地区を拠点に活動。1972年6月24日には、オハイオ州、アクロンにて、アーニー・ラットを破り、NWF 世界ヘビー級王座を獲得。同地区では、 ラッドや、ジョニー・パワーズらと構想を繰り広げた。ザ・シークの牛汁デトロイトでは、ボボ・ブラジルを相手に、ムイ・世界タッグ王座や、US ヘビー級王座をめぐる構想を展開した。南半球にも遠征しており、1973年11月には、オーストラリアにて、ムイ・世界ヘビー級王座に挑戦。王者、ジャック・ブリスコからホールを奪うも、 ラフファイトが反則とみなされ王座は剥奪、幻の体感となった。ニュージーランドでは、1974年3月12日に、ジョン・ダ・シルバを破り、A 連邦ヘビー級王座を獲得している。1970年代半ばからは日本を主戦場としつつ、現在のホームタウンである、アメリカ南部のジョージア地区に進出、ジム・バーネットが主催する。 ジョージアチャンピオンシップレスリングのトップヒールとなり、1975年2月21日には、ロッキー・ジョンソンから追い、ジョージアヘビー級王座を、1977年2月11日には、トニー・アトラスから、同 TV 王座をそれぞれダッシュした。1980年代は、日本遠征の合間を縫って、エディ・グラハム主催のフロリダ地区や、 ジムクロケットジュニア主催のミッドアトランティック地区など、当時のウィの主要テリトリーにも、特別参戦。フロリダでは、ダシティローです。和風マクダニエル、ブラックジャックマリガンラとコン試合を展開した。ミッドアトランティックでは1983年11月24日のスター・ケドー、1985年7月6日のグレート・アメリカン・バッシュ、それぞれの 1> 第1回大会に出場している。また、この時期には日本参戦と並行して、プエルトリコの WWC にも頻繁に遠征。同地の英雄カルロスコロンや、ブルーザーブロディら土地の構想を繰り広げた。なお、ブロディのラストマッチにおける対戦相手はブッチャーだった。1988年7月15日、ブロディコロン VS ブッチャーダニース・スパイビー。 1991年には WCW に登場、同年10月27日のハロウィンヘイボック91における、チェンバーオブホラー金ン・キースデスマッチ、スティング、ディック・スタイナー、スコット・スタイナー、エル・ヒガンテグミ VS、ベーラー、ブッチャー、カクタス・ジャック、ダイヤモンド・スタッド組では敗者となり、全身に電流を流された。以降は、 セミリタイア状態となるも、日本やプエルトリコを中心に、北米各地のインディー団体にも、単発参戦。1994年には、ニュージャージー州アトランティックシティのワウィに出場し、ジェリー・ローラーや、ディック・マーテルと対戦した。プエルトリコでは1996年2月10日、メーブルを破り WWC ユニバーサル、ヘビー級王座を獲得。 同座は2004年1月3日にもカーリーコロンからダッシュしており、これが最後のタイトル大感となっている。2008年12月にプエルトリコ2009年4月にはカナダで引退試合を行った。それぞれ地域限定での引退であり、この時点では日本では生涯現役と語っていた。2011年3月プロレス界における功績を称え、 ハードコアレスリングのレジェンドとして、WWE 殿堂に迎えられた。インダクター、プレゼンターは、流血の大構想を展開した因縁のライバル、テリー・ファンクが務めた。2012年1月2日、日本でも、現役引退を表明。2019年2月19日、日本にて、現役引退セレモニーが行われた、下術。 1970年、日本プロレスの8月興行、サマーシリーズで、初来日。日本ではほぼ無名の存在であったが、開幕戦の勝利法とのタッグ戦で、ジャイアントババからピンホールを奪い、東京スタジアム大会でのババとの初シングルでは、それまでにない桁外れの場外戦を繰り広げるなど、シリーズが進むにつれて人気が沸騰。評価もシリーズのエースであった。 カール・ハイジンガー以上となった。最終戦タイト区対位区間大会では、ハイジンガーに代わって、ババの持つインターナショナルヘビー級王座に挑戦した。その後1971年、1972年と2年、連続ワールドリーグ戦にアフリカ代表として参戦。1971年大会では、優勝決定戦に進出するなど一躍大物の仲間入りを果たした。 1972年に、ババが全日本プロレスを旗揚げすると、同団体の常連となり、悪役として、ババやジャンボツルダ、ザ・デストロイヤー、ザ・ファンクスをはじめとする、強豪レスラーたちと幾多の構想を繰り上げた。その後は全日本の外国人選手を束ねるなどの、権力を持つようになり、ババにとってブッチャーは欠かせない存在となった。 ババとの対戦は全日本プロレスのドル箱カードとなり、その構想は延べ20年の長きにわたった。PWF ヘビー級王座、インターナショナルタック王座などをめぐり、数々の死闘を重ねた。ブッチャー自身、ババとの戦いは、すべてが記憶に残っていて、すべてに満足している。ババというライバルがいたからこそ、私は、日本の観客が何を望んでいるか理解でき、 彼らを喜ばすための技術を向上させることができたと語っている。1972年、デストロイヤーが日本陣営に加わると、デストロイヤーとの交想を開始、初期の全日本プロレスを支える人気カードとなった。1974年の第2回チャンピオンカーニバルでは、3回の再試合が行われたが決着がつかず、両者失格。 US ヘビー級王座をめぐる一連の戦いは、お互いに隠し持った狂気で攻撃する精算なものとり、足四のあざがためを狙うデストロイヤーに対し火炎攻撃を繰り出したこともあった。1975年12月のオープン選手権では、ハーリーレースの左肩を脱球させ途中危険に追い込んだ。さらに翌日の力道山13回期追前特別王子合 日本武道館では、頭突き世界一決定戦代された、大木金太郎戦の試合前、欠場の挨拶をするレースを吸収し因縁に火がつく、形となった。1976年5月、第4回チャンピオンカーニバル優勝決定戦で馬場を下し初優勝。このリーグ戦における大木とのシングルマッチ、日大行動に、レースが乱入。 エキサイトのあまり会場を飛び出してのストリートファイトとなり結果、交通機関を麻痺させる騒ぎを起こし警察沙ったとなった。川崎市体育館で行われたレースとの決着戦は、ブッチャーのキャリアの中でもトップクラスの大流決戦となり、ノーコンテストに終わった。1977年の世界オープンタッグ選手権では、ザシークとの地上最強枠コンビを実現させ、 ザファンクスと構想を展開。12月15日に、クラマイ国技館で行われたザファンクス VS ブッチャー、区組の最終戦は、とりわけ壮絶な試合展開となった。ブッチャーが、テデー・ファンクの右腕に、狂気のフォークを突き立て、テデー側にドリー・ファンク・ジュニアを救出すべく、左ストレートを出する場面は、その模様が、日本テレビの全日本プロレス中継、同年12月24日、 放送文にて全国に中継された。1978年10月には、ビル・ロビンソンを破り、PWF ヘビー機王座を奪取する。ババを相手に一度防衛に成功するが、翌年2月のシカゴにおける再戦で破れ、ババに奪還されている。1979年5月、第7回チャンピオンカーニバル優勝決定戦で、鶴田を破り2度目の優勝。 同年8月26日、新日本プロレスのトップヒールであったタイガー・ジェット・シンと組、プロレス夢のオールスター戦、日本武道館ではば、猪木組と対戦した。同大会を挟んで行われたブラックパワーシリーズでは、ミルマス・カラスと交想、必要に覆面をハはにかかるが、決着戦は両者リングアウトに終わっている。同シリーズで実現したボボブラジルとの、 黒人最強コンビはババ、ツルタを苦しめたものの、最終戦で仲間あれした。同年10月には、レイ・キャンディとのコンビで、インターナショナルタッグ王座についている。1979年12月、世界最強タッグ決定リーグ戦最終戦で、地獄好き豪爆に起こった、ザ・シークの火炎攻撃を受け仲間あれ。以降は1970年代に、 カルガリー地区で流血の構想を展開したキラーとオカマタとコンビを組み、シークとは幾多の流血戦を繰り広げた。1980年第8回チャンピオンカーニバルでは、レイキャンディとミステリアスアサシンを配下に、テリー、リックスレーター、テッドデビアスラ・ファンクファミリーと軍団構想を展開する。同年10月には鶴田から UN ヘビー級王座を奪取している。 1981年5月8日、新日本プロレス、第4回、MSG シリーズ開幕戦、川崎市体育館大会に、ユセフトルコと一緒に現れ、そのまま新日本に移籍。新たにアントニオイノキを標的とする。新日本への移籍工作は、トルコが、新ジュに提案し、新マが、初期に、ブッチャーの移籍話を提案したことで実現した、ものだった。 遺跡の名目は全日本におけるファイトマネーに対する不満と IWGP 参戦であったが実際にリーグ戦にエントリーされることはなかった。一方の馬場は新馬の野郎と激怒し全日本は報復としてブッチャーを引き抜かれた直後から外人選手引き抜き工作を開始した。この遺跡は全日本と新日本の外人引き抜き戦争の発端となった。 全日本は1981年に報復として、タイガー・ジェット・シンとス・タン・ハンセンを引き抜いた。新日本では、バッド・ニュース・アレン、SD ・ジョーンズと黒い恐怖軍団を結成し、チョキや坂口誠二らとの構想を開始。タックながら、初代タイガー・マスクとも対戦した。1982年1月28日に、東京都体育館にて行われたユノキとのシングルマッチは、 アレン・ランニューによる反則負けに終わり、10日後の同年2月7日に、同じ東京都体育館で行われた、ババ VS ファン戦に話題をさらわる格好となった。猪木との試合は噛み合わないことも多く、その後はやや制裁を欠く存在となった。1982年4月には、ハルク・ホーガンとシングルで対戦、両者リングアウトに終わるも強い印象を残した。さらには、 和風マクダニエル、ダスティローデス、ディック・マードックといった競合レスラーとも対戦している。ラッシャー・秋村との共闘、仲間割れによる高層アングルも組まれた。1985年1月25日に85新春黄金シリーズ、徳山大会にて行われた猪木と3年ぶりのシングル対決が実現するものの蹴りの連打から、ブレーンバスターで、 新日本に遺跡以来発のフォール負けを喫した。しかしこのジョキ VS ブッチャーはほとんど話題にはならず、この来日が最後の新日本登場となった。この当時のことを新日の営業部長であった大塚直樹が回想しているが IWGP にエントリーさせなかったのは自分、大塚の判断、IWGP の次のシリーズの目玉外人にしたかったから、地方工業の際、 谷町との宴会に嫌がらず参加してくれたなど、プロとして、フロントとの関係が良好であったことが明かされている。その証拠として、遺跡時に交わした契約通りのギャラが、契約切れまできちんと支払われたと実証で述べている。1987年11月に、全日本プロレスに復帰し、TNT とのコンビで、世界最強タッグ決定リーグ戦に参戦した。どの会場でも、 ブッチャー人気が爆発して、全盛期であった1980年頃を彷彿させる、大、ブチャーコールも起きるようになった。1988年には、タイガー・ジェット・シントの、凶悪タッグが復活。ブルーザー・ブロディ追悼試合では、スタン・ハンセンと対戦し、ブロディのチェーンで、互いの額を叩き割る、大流決戦となった。1990年9月30日の、 ババデビュー30周年記念試合においては、ババと初タッグを結成し、ハンセン、アンドレザ・ジャイアント組と対戦。ババの左大腿骨骨折からの復帰戦の相手も務めた。その後、鶴田とのタッグも実現した。1990年代前半にはジャイアント、キマラとのタッグが定着。ベビーフェイスに転向し始め、試合後のお辞儀や空手パフォーマンスで人気を博す。 ババ同様に、第一戦からは退いて、楽しいプロレスを担当するようになり、前座で観客を温める役割を担った。1996年、東京プロレス、第二次に突如移籍すると、かつての狂気攻撃、流血戦が復活。同団体では、高田信彦との異次元対決が実現した。1九9七年には、天竜玄一郎を率いる王に参戦し、 北尾工事と巨漢タッグを結成。1999年から戦場としたグレートソロクの大日本プロレスでは BJW 認定デスマッチヘビー級王座を獲得したほかアブドーラ小林との指定対決が話題となった。2001年のジャイアントババ3回きついト工業東京ドームを機に3度全日本に復帰。同大会ではキマーラテリーファンク、 大似た厚仕組と対戦した。武藤刑事社長体制になってからも参戦している。2002年には、テリーとのタッグが実現。2003年には、武藤や、ボブサップらと、チーム W-1 を結成し、ロー &D と戦った。自身と同じくプロレス、格闘技の枠を超えて、人気者となったサップを非常に気に入っており、インタビュー等では、 しばしば、私の息子だと語っている。ファンタジーファイトレッスルマイナス1では2度にわたり、サタ、ヤンこと、佐竹正明と対戦し、いずれも、ホール勝ち。2005年の W マイナス1では、中島勝彦からも勝利を奪い、健在ぶりを見せつけた。2007年5月9日にハッスルに参戦し、芸人 RG と対戦して勝利。12月には、 世界最強タッグ決定リーグ戦22年ぶりに参戦、鈴木実とタッグを組んだが、勝ち点8で優勝決定戦進出はならなかった。同期間中にはジャパンにも出場、ミックスドマッチでダンプ、松本とのタッグが実現した。2008年1月2日の新春シャイニングシリーズにおける恒例のバトルロイヤルでは優勝を果たしている。 2009年7月19日、神戸ワールド記念ホールにて開催された、ドラゴンゲートの真夏の祭典に登場。ハリウッドストーカー市川より2分34秒でピンホールを奪った。同月26日のハッスルエード2009、両国国技館で、タイガー・ジェット・シンとのコンビを20年ぶりに復活させ、HG&RG 組と対戦するも仲間割れ。 30日の遺婚決着戦、後楽園ホールでは、お互い一度もリングに上がることなく両者反則に終わった。2010年1月4日、新日本プロレス、レッスルキングダム4イン、東京ドームに参戦、ブッチャーの新日本マット登場は25年ぶりとなった。矢野2、飯塚隆石井智弘と組テリーファンク、長州力、長野正弘、 中西学組と対戦。飯塚と仲間割れして地獄好きを見舞い、テリー組の勝利をアシストする形になった。2月11日、大阪ハリケーン2010で大阪プロレスに初参戦、8人タッグマッチに出場した。3月22日、ドラゴンゲート、コンイレーションゲート2010に出場し、オープンザトライアングルゲート選手権で明けぼのと初対戦。 も月茂明にホール負けを喫した。7月11日、ドラゴンゲート、神戸プロレスフェスティバル2010では、明けぼのと初タッグを結成。お笑いサバイバルハンディキャップドリームマッチに出場した。同18日には、東京グレンタイ主催で来日40周年、記念工業、ブッチャーフィエスタチ祭り2010を開催。鈴木特美、藤原義明。 野沢論外組と対戦した。2011年8月27日、東日本大震災復興イベント、猪木芸の目、スーパースターズフェスティバル2011に登場、恒例のチョキ劇場において、真と共にチョキを襲撃した。2012年1月2日、全日本プロレス、新春シャイニングシリーズ開幕戦において、現役引退を表明した。 2019年2月19日、平成最後のプロレスオールスター戦となる、ジャイアントバボバ没20年追前工業王者の、魂、両国国技館に登場。ブッチャー現役引退セレモニーが行われ、相弟子のアブドーラ小林が、車椅子を押し、テンカウントゴングが鳴らされた。ヒールでありながら、愛嬌ある、独特のキャラクターと憎めない風貌で絶大な人気を、集め、 CM にも起用された。1979年、川口一氏による漫画、愛しのボッチャーが、講談社、週刊少年マガジンにて、連載開始。悪役ながら、ドジで憎めない、ブッチャーならぬ、ボッチャーが、ジャイアント洋上、アントニオイノハヤシラとドタバタを繰り広げる、プロレスギャグ漫画で、ブッチャー人気の火付け役となった。翌1980年には、サントリーレモンの、 テレビコマーシャルに出演、モデルの影山雅美と共演した。CM ソング、レモンのキス、アパッチのレコードジャケットにも起用されている。さらに定築、コンチネンタルからレコード、ザ・ブッチャーをリリース。ブッチャーが叫び、全日本プロレス中継で実況を担当していた、日本テレビのアナウンサー、当時の倉持高夫と a 文美が歌声を披露する異色の内容で、ジャケットには、 川口一氏のイラストが使用された。1981年、東映映画、ホエロ鉄拳に出演。真田広之と共演、洋人坊、スパルタカスを演じた。翌年には、著書、プロレスを10倍楽しく見る方法、俗、プロレスを10倍楽しく見る方法、分け、5時間を観光。いずれもベストセラーとなった。 これら以外にも多くのテレビ番組や CM に出演している。ブッチャー本人によると、これまでに家族を日本に連れてきたことがないため、日本では俺は人気者だと言っても全然信用されないと。日本のプロレス界に一大旋風を巻き起こした悪役レスラーの一人である。前世紀のファイトスタイルはフォークなど隠し持った狂気で相手を流血させ、 地獄好きなどの空手殺法から、毒針エルボーと表現された、エルボードロップでとどめを刺すというもの。1980年前後は、マンネリ防止のためか、クラッシャーブラックウェルから伝授された嵐流、バックドロップをフィニッシュに用いていたが、定着はしなかった。空手七段という触れ込みであり、ブッチャーが息を吐きながら、空手の構えをすると喝采が起きた。その強烈なインパクトから、 当時ゲームや漫画において悪役レスラーが登場する場合、ブッチャーをモデルとしたキャラクターになることが多かった。また、小中学生の間で、ブッチャーと叫びながら地獄好きをする行為が流行り、当人が前世紀を過ぎてもその行為は根強く残った。そうした理由からか、日本での知名度は今なお幅広い層にわたる。全日本プロレス中継や大会パンフレット等では、 しばしば、知名度の一外国人レスラーと紹介されていた。大日本プロレス参戦時には、社長のグレートソロクが、週刊プロレス市場で、集客があるから、ブッチャーを呼ぶんです。特に地方での集客が違いますねと語っている。相手を流血させるだけでなく、自らも、よく流血した。そのため額は傷を負いすぎて皮膚が弱くなり、 少し頭をぶつけただけでも流血するようになってしまった。その傷は、ブッチャーのトレードマークとなっている。クラブのホステスから、本物の地下と尋ねられた際、ブッチャーはカミソリを手に額を切り刻み、さらに針と糸で自ら縫い合わせたというエピソードがある。ミスター高橋も自身の著書の中で、今日の試合は、流血はなしだとあらかじめ伝えられていたにもかかわらず、 ブッチャーがこっそり隠し持っていた何らかの道具、カッターナイフを加工したではないかと解説されているで、自らの額を切り裂き流血、試合が台無しになってしまったことが何度かあったというエピソードを語っている。これについて、高橋は、当時のブッチャーはすでに前世紀を過ぎており、新日遺跡時で40歳、当時の交渉年齢では45歳、その衰えを隠すためのブッチャーなりの苦心から出た。 好意ではなかったかと即している。WCW にてタッグを組んでいたミックフォーリーによれば、ブッチャーは打ち合わせの内容を覚えないので、試合前に打ち合わせすることはなかったという。また、自分で持ち込んだ狂器を入れた場所すら忘れたこともあったとのこと。私生活では金銭にルーズなようで、かつて遠征先でタイガージェットシンが道部屋に泊まった際、 シンが起きる前に宿泊費を払わずホテルを出て、シンを激怒させたというエピソードがある。また、アブドーラ小林は、ブッチャーの付き人時代、六本木での夜遊びの運転手も務めたが、駐車料金、計20万円を払ってもらえなかったという。一方で、新日本プロレス時代に、リング外でスパーリングをしていた、前田明と、藤原先明に小遣いを与えたり、 鈴木みのるがタオルを頭から被かって入場するのを見て、ガウンを作れと小遣いを預かるなど、面倒見のいい面もある。また、食事をもれば気さくに話してくれるという一面もある。ミスター高橋によると、黒人差別に対しては強硬な反発心を持つことはなく、むしろ差別は自然なことだと割り切り、相手が何も言っていないのに自嘲気味に自ら差別の、有無についての話題をぶりなどした。 来日の際にはしばしば老人ホームへ移問に訪れている。近年の日本向けインタビューでは、親をリスペクト、尊敬しろ。親を尊敬しない人間の面倒など誰も見てくれないぞ。日本人はアメリカになりすぎて古い日本の良さを忘れているなど、悪役らしからぬ真面目な発言もしている。この発言は自身の引退セレモニーの挨拶でも見られた。また、 実業家の一面も持ち、かつて、アメリカ・ジョージア州アトランタで、アブドラ・ザブッチャー、エス・ハウス・オブ・リブス・アンド・チャイニーズ・フードという、バーベキューレストランを経営していた。現役時代末期は離婚で財産を失ったり、C 型肝炎を移されたとして、プロレスラーから、提訴されて230万ドルの支払いを命じる、判決を言い渡されたりと、私生活の問題で苦難にあえいだ。 ババとの関係はブッチャーに言わせると、ハマキ仲間である。ハマキをたしなむレスラーが少ないため、話をできるのは、ババくらいだった。会った時には、お互い手持ちのハマキを一本ずつ交換して吸っていたと言う。また、ババが死去する。少し前に、ジャイアントババが自分に何か語りかけてくるが、何を言っているのかわからず声をかけると、目が覚めるという夢を何度も見たとのこと。 入院したとは聞いていたので、心配からそういう夢を見るのかと思っていたが、死んだと聞いた時には本当に驚いたという。このことについては、俺が死んだら、ババに聞いてみるよ。あの時何を言いたかったんだって、とコメントしている。ルーキー時代の阪神タイガース、岡田明信、元オリックスバファローズ監督に対し、こいつは、絶対に大物になると賛辞を送り、 食事を共にするなど交流があった。岡田の講演会。岡田会は当時、ブッチャーの講演会もしていた。岡田は現在でも恩を感じており、2005年の阪神リーグ優勝の際には、祝賞会にブッチャーを招待するプランもあったが、実現はしなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。